お三方の今までのバレンタインで印象に残っている渡され方やエピソードがあれば教えてください。いやもうさ、会社員とかじゃなくなっちゃった今、うん、もうバレンタインもうあれだよな、マジでないなくなったよな、うん、確かにね。だからギリチョコとかさ、同僚のみたいなのその感じがもうマジでないよ、ね、マジで関係のないイベントになっちゃった、本気で、うん、ニュースで情報番組とかさ、うん、今年はギリチョコが何々みたいな、うんうん、あげなくなってきているみたいな言われても、もうちょっと悲しさ感じてんだよね、それ実は。めんどくさがってんのもあれだったな、みたいな。思ったのかも、みたいな。いや、そうね。確かにね、ありがたかったのかも、みたいなね。イベントって楽しさがね、あったからね。俺、この前、丸い行って、やってたのよ、フェアみたいな。あの、バレンタイン。地下的なところでこうやってたりするよね。俺、楽しかったもん、すごい。一人で見て。おいしそう。すごいもんね、あれって、うん、俺、会社員の時に、うん、ホワイトデーお返しとかそういうとこで買いに行ってたから、やっぱすごいんだよね、もう めちゃくちゃ種類もあって、そうなんだ、いろんなやつがあって、活気もすごいんだね、活気もすごい、すごい人いっぱいいた、でも見たこともない、わけのわかんないチョコとかね、うん、そう、え、なんか買ったりはしたの？いや、その時は買わなかったね、買わなかったんだ、そう、列がすごすぎて、うん、そう、うまく引っかかったと思うん、すごい、そう、世界中のチョコが集まってくるとかさ、いやでもそういうことだよね、うん、そうなんじゃない、シンプルに美味しそうなのよ、あ、そうなんだ、だからやっぱいいじゃん、チョコ好きの人から、ってかバレンタインとかむっちゃさ、うん、本当、いやそうだよね、いやいや普通にシンプルにチョコを楽しみたいっていう目的があればめっちゃいいよね、めっちゃいいイベントだった、ね、うん、集まってくるんだから、ね、いやそうだよ、ね、世界中のチョコが、うん、いや本当そう、本当そう、うん、本当になんかその時期しか出店してないとことかもあったりとかして、うん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 、すごいんだよね、メッシとかが来るみたいなことでしょ、まあそういうことだよ ね、 そういうことですね、そう、チョコ界のメッシが来日してるみたいな、で、ね、でも俺そのチョコでめちゃくちゃ感動したことはない、ただなんかメッシを見ると感動すると思うのよ、うん、うわこの技みたいな、うん、でも俺そのチョコでメッシを感じたことないんだよ、うん、あります、美味しいと言われてるチョコなんか並んでんなあれみたいな、うん、買ってみようみたいな買ったことあるんだけど、うん、どれもなんか割とみたいな感じで終わることが多かったんですよ、うんうん、おすすめありますか、これはうまかったっすっていう、いや衝撃でしたみたいなやつありませんか、俺結構多分有名どころは食べたことある、百貨店に入ってるようなやつ、いやそう、それこそなんかバレンタインとかで、ね、なんかそのもう行列になるようなところ、うん、まあ、食べたことあるけど、なんかあんまりなんか確かにそんな記憶残ってないかもしれない、あ、そうかそうか、どこが美味しいのチョコって、なんか何々島から取ってきた岩塩を使ってるみたいなやつとかそういうのとか食べたら何々オイルを使ったどれもね、まあ、もう一回買うことはないかなみたいな、美味しかったんだけどね、普通に美味しかったけど並んで食べるほどじゃなかった、俺はもう全然わかんないからさ、チョコレート、うん、花畑牧場ってさ、北海道のさあるね、はい、生、あ、キャラメルね、キャラメルか、あれは、うん、あれは美味しかったけど、あれ、キャラメルだよ、キャラメル、キャラメル、キャラメルそのぐらいの解像度だよね、キャラメルかチョコかも今曖昧なぐらいの生チョコとなんか、どっちかそういうことだ、それこそ同じ北海道の空港の同じ売店で買ったやつだけど、うん、ロイズのロイズあ、はい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 、生チョコ、そうだよね、美味しいよね、美味しいよね、いやそうなんだよ、美味しいけど、そうね、好きかも、うん、確かに美味しい、チョコ美味しいって言って俺ぐらいのレベルだと、うん、あれがまあ出てくるかなぐらい、うん、うんうん、なんか、うん、スーパーで買えるチョコ、うん、その特別なところでしか買えないチョコ、うん、なんか俺その2段階しかなくて、俺的には、うんうん、はいはいはい、ロイズもその上の段階入ってるんだよ、はいはい、うん、どっちも美味しいんだけど、なんか俺はもうここを探してるんだよ、うん、もっとなんか衝撃的なやつ、メッシュのやつね、そう、うん、まあ続けますわ、うん、続けますわ、このチョコレートの量、うん、ラメゾンドショコラとかさ、多分ない、まあ、チョコレートの家、いや、そういう意味だね、チョコレートの家ですか、ハウスオブチョコレート、ザ・ハウスオブチョコレート、もうなんかそういうバレンタインの時とかのもうそのすっごい人気の5個ぐらいの中には多分入ってる、へ、なんかね、俺そういう系、なんかその超有名ピエール・マルコリーニ、マルコリーニね、マルコとかね、そういうのとかシャリシャリしてる系のが多い気がしてて、へ、 俺は結構好きなの、それは、うん、食感が違う系、あ、しょっぱいとかそういうことじゃないんだ、うん、なんかいや、しょっぱかったりもすんのかも中に入ってるんだ、クリームみたいなの入ってるんだよ、そう、チョコの中に何かが入ってるんだよ、ガナッシュみたいな、そうそうそう、あ、何かしらがあって、それがシャリシャリしてる、それ何やかんやでシャリシャリしてるの、何も分かんないんだよな、それ
え、でも本当に分かんないんだよあれ。いやでもそう、そうなんだ。そうなんだ。分かんない。見た目た結果分かんない。いや美味しいんだよ、美味しいんだけど。そうなんだ。そう。だからそれはすごすぎるのかな、じゃあだとしたら。いやそう。そのチョコのレベルが高すぎて。うん、超えちゃってんのかもね、そうそうそう、自分の能力を解読できないっていうか、ね、そういうことなのかもね、なんか、うん、ピカソみたいなのでさ、かね、わかんねえなみたいなさ、うんうん、だからガーナ食っとけって話なのかもしれない。だからさ、あのミシュランの醤油ラーメンよりも、うん、そこら辺の家系ラーメンの方が美味しい的な、うん、あでもそ感じの感覚なのかも、チョコレート。それはちょっとあんのかもね、そのラインがね、田中さんが作ったなんとかみたいな、そうそうそう、うまいみたいな、バーンみたいなやつの方が求めてるってことかも、うん、好みみたいなね、もしかしたらね、うん、確かにお上品なレベルに行っちゃうと、うん、でももっと違うって思っちゃう、バコンって来てほしいみたいなね、うん、あるのかもな、そういうのは、うん。